男子テニスの今プ最終戦 a t p ツアーファイナル第4日は16日ロンドンのザオーツーアリーナでシングルス決勝が行われる予定だったが世界ランキング2位のロジャー・フェデラーススイスが背中の故障のために危険ノバク・ジョコビッチセルビアの3年連続4回目の優勝が決まったフェデラーはダブルス決勝終了後に会場に姿を見せると 自らマイクを持って背中の故障のため、血症を危険することは報告、スタニスラス・ワウリンカとの準決勝で痛め、痛み止めの薬を飲むなどしたが、痛みは収まらず、自分の年齢とこれからのキャリアを考えると、こういう、危険という、決断をせざるを得なかった、と説明した、2人の対決を心待ちにしていた観客に謝罪し、来年必ず戻ってくる。 ファンや関係者には危険したことを理解してもらえると信じている、と話した。一方、戦わずして優勝が決まったジョコビッチはフェデラーについて、一番のライバル、100%できるのであれば出ていたと思う。回復して出灰に向けて準備してほしい、と L を送り、ファンには、残念、申し訳ありません、と謝罪。決勝に変わるエキシビションマッチの相手となったアンディ・マリー、英国、 には、この試合を受けてくれてありがとうと感謝した。